さあきっととも素敵なものを拾って僕は喜んでいた。ふと気がついて横に目をやると誰かがいるのに気づいた。その人はさっき僕が拾った素敵なものを今の僕以上に必要としている人だと言うことがわかった。惜しいような気もしたけど僕はそれをあげることにした。きっとまたこの先探していればもっと素敵なものが見つかるだろう。その人は何度もありがとうと嬉しそうに僕に笑ってくれた。その後にもまた僕はとても素敵なものを拾った。ふと気がついて横に目をやるとまた誰かがいるのに気づいた。その人もさっき僕が拾った素敵なものを今の僕以上に必要としている人だと言うことがわかった。惜しいような気もしたけどまたそれをあげることにした。笑うか